日本国内ではコロナウイルス感染拡大を受けて学校の一時閉鎖やリモート授業が行われるなど学校に通わず自宅待機する子どもたちが増加いたしましたまたコロナウイルス感染拡大が顕著だった3月は卒業シーズン4月は入学シーズンだったことで子どもたちの晴れ舞台が 行われなかったことも話題となりました通常の入学が行えなかったことで授業の遅れが問題となり義務教育がしっかりと受けられるかどうかが懸念されますまたスポーツ界では学校の部活の試合が行われないことやオリンピック開催が延期となり若手のスポーツ選手の 選手生命も脅かされています通常とは全く違う社会様式、生活スタイルになった今、妙地会教団としては、青年部や少年部といった若手のコミュニティを活用して、どういった悩みがあるのか、どう対応していくかということを話し合うことを SN、SNS を用いて行っています。 また、咳をするだけでコロナなのではないかと疑われたり、首都圏の感染者が一番多いことから、首都圏出身の子どもたちがいじめられたりするなど、お互いを阻害し、自己中心的になっている傾向が見受けられます。そういった問題に対しては、教団の誰彼の区別なく、平等に慈悲を及ぼす。 という開教当初の教えをもとに、人に優しく、平等に偏見を持たずに接することが寛容であると説いております。そして、何よりも神仏に祈り、行動することが大切だと指導しております。